はい、お待たせいたしました。待ってないですか。はい、後半戦の方を参りたいと思います。後半戦はですね、風ね、橋田典彦とシューベルツね、シューベルツってことはシューベルト達ですね。シューベルトがいっぱいいるってことですよね。すごいなぁ。曲名いってみましょう。風。はい。人は誰もただ一人旅に出て、人は誰もふるさとを振り返る。ちょっぴり寂しくて振り返っても、そこにはただ風が吹いているだけ。人は誰も人生につまずいて、人は誰も夢破れ振り返る。2番いきましょう。はい。ブラタナスの枯れ葉舞う冬の道で、ブラタナスの散る音に振り返る。帰っておいでよと振り返っても、そこにはただ風が吹いているだけ。人は誰も恋をした切なさに、人は誰も耐えきれず振り返る。ね、つまずく、つまずく、普通に歩いてても今つまずきますもんね足腰が弱ってる。この自粛の中でですね、もうだってね、毎日のね、このオペラの、ね、稽古だったり走り回って、僕結構ね、あのオペラ歌手ってね、二通りいるんですね。あのオペラセリアってね、悲劇をやる人と、オペラブッファって喜劇をやる人と、2種類いるんですが、僕はですね、楽しい方なんで、をやることが多いんですよ。なんでめちゃくちゃ動きますね。もう全力し、舞台上も全力疾走したり、ね、踊ったり、飛び跳ねたりして、歌うと、もうぜーはーぜーはー言いながらやってます。それがね、なくなると、ね、やっぱちょっとね、足腰弱りますよ ね、 あ、ね、気をつけよう。次の曲参りましょう。次はですね、学生時代。もうこれ皆さんおなじみですよ ね、 ね、舞台となったのは青山学院のベリーホールというところなんですね。で、もともとはこれ、タイトルね、学生時代なんですけども、作詞作曲、この曲を作った平岡誠二さんが、これ学生じゃなくて大学時代の方がいいんじゃないかっていうふうにね、おっしゃったんですって。じゃあペギー葉山さん、いやいやいや、これ今時ね、みんなその大学に行くわけじゃないんだから、だから学生時代がいい。でこのレコーディングの時に大喧嘩したらしいですね。結局はその、まあ、ペギー早間さんがね、意見が通って、学生時代とね、こういった中裏話もねあるそうなんですよね。あ、じゃあ行ってみましょう。学生時代2番まで参ります。1、2、はい。スタのタラマルチャペルで祈りを捧げた日、夢を借りし、あの頃の思い出をたどれば、懐かしい友の顔が一人一人浮かぶ。重いカバンを抱えて通ったあの道、秋の日の図書館のノートとインクの匂い、枯れ葉の散る窓辺、学生時代。2番いきましょう。賛美歌を歌いながら清い死を夢見た。何の装いもせずに口
口数も少なく胸の中に秘めていた恋への憧れはいつも儚く破れて一人書いた日記本棚に目をやればあの頃読んだ小説杉氏ひよわれじの私の学生時代われしの、ね、ライブ感があっていいんじゃないですかね、大丈夫ですか体だけじゃなくて口も流してるんです口も悔しい言われちゃいましたね大丈夫ですか、ね、口の方も流ってるんじゃないおっしゃる通りでございます装いもせずに口数も少なくとんもくそうなんですよね、いや本当にあの小学生、中学に入るぐらいまでですね口数少ないなんてもんじゃなかったですよもうね一日に喋ることはゼロゼロです、はい、何か聞かれてもうなずくだけなんですよ ねだから近所の人がもうねあの心配しちゃって、ね、あらあのほら知ってるあの押川さんとこの2番目の子僕あの兄がいるんですね2番目の子あの子ねあの声が出ないんです ねって言われてたぐらい、はい、声出ますよ、ね、口数が少なかったんです極端に少なかったんですでそれがですね中学で一回やんちゃになりましたね、すごい変化球ですよね口数少ない子からやんちゃになってで高校生ぐらいですねであの音楽と出会いまして弾けましたねバンとはいでこれね、昔僕口数がね少ないほんと喋れない子供だったんですけどみんななんかねお客さんね皆さん笑うんですけどもお母さんなんかも喋りながら生まれてきたんじゃないのってねそんなわけがないって今結構取り返してるんですよね、子供の頃の、はい、喋れなかった部分を今取り返してる今回のこのねこの歌声のプログラムなんですけども僕が好きな曲と、好きじゃない違う得意な曲とそんなに得意じゃない曲とをごちゃ混ぜにね好きな曲ばっかりだとねどうしても偏ってしまうので大体ですね、あこの曲あんま得意じゃないんだなっていうのはですねあの目線を見ると分かりますね、はい、あとなんか自信なさそうに歌ったり、ちょっと喉が上がったりするとあこの曲なんか苦手なんだなと、はい若干前振りをしまして次の曲はハブの港と、はいあこれだなみたいな感じはちょっとすると思うんですけども、伊豆大島の、南端にありますハブ港というところが、この題材になっておりますこのハブ港というところですね、あのあれですよねあの川端康成さんの書いた椅子の踊り子この舞台にもなってるんですよね、有名なところですよね、そしてはい私あの藤原歌劇団噛んじゃった自分の所属事務所を噛むね、藤原歌劇団に所属してるんですけども藤原芳恵先生この藤原歌劇団を作った方もこの曲をレコーディングされてるんです藤原芳恵先生もこの曲を歌ってました他にまあいろんな方が歌ってるんですけど倍賞千恵子さんとかですね、歌ってますが、ハブの港ね若干なんか、苦手なんじゃないかと匂わせがありましたが、立派に歌い上げたいと思います。さあ、それではお聴きください。ハブの港、2番までいきますよ。はい。磯の魚とりゃ、日暮れにゃ帰る。ハブの港にゃ、夕焼け今夜明け。船もせかれりゃ出船の支度島の娘たちは御神家暮らし謎な心でやれ本いるのやら。いい曲じゃないですかね。素晴ら
しいですよね。なんかでもこういい曲ね、誰が聴いてもいい曲だなって心にしびるなって曲はやっぱり残りますよね。で、あ、これなんかこの曲いいないいなって思ってると残って残って教科書に載ってたりするんですよね。僕あの子供の頃に聴いてたその当時のヒットソング今教科書に載ってますからね。すごい。だってこのね音の組み合わせってえなどれ全12ですか？ね、この12しかないんですよ。この組み合わせだけなんですよね。ドレミファソラシド、ね、1オクターブだけだとか、ね、オクターブがありますけども12個の音の組み合わせをみんなこうやってるわけです。それで新しい曲が生み出されて、ね、まだ聴いたことない曲がまたあーとこれ聴いたことないよっていう音楽がまたできるわけです。すごいですよね。人間ってすごい。はい、コロナに負けるな、ね、無理くり、もう何でも何でも今もうね、はい、何でもコロナに負けたくないと思う。さあ次はですね、これ僕が子供の頃に流行ってましたね、野に咲く花のように、これダカーポという、コンビですね、ご夫婦ですよね、が歌ってました。ダカーポこれ、イタリア語ですよね。音楽用語でダカーポっていうと最初に戻るっていう頭に戻るっていう意味なんですけども、これは山下清さんのね、はい、裸の大将放浪記ね、これの主題歌でしたね。おにぎり食べたいんだな。はい、もう早くねこうやってなんか野原に出てね、わあいいなってみんなでね、一緒になんかお弁当食べたり、夏には夏祭りにも行きたいし花火も見たいしね、そうやって早くねなんか日常が戻ってくるといいですね。そういう思いを描きながら歌ってみたいと思います。さあ野に咲く花のように2番まで一緒に参りましょう。1、2、はい。野に咲く花のように風に吹かれて、野に咲く花のように人を爽やかにして、そんな風に僕たちも生きてゆけたら素晴らしい。時には辛い人生もトンネル抜ければ夏の海、そんな時こそ野の花のけなげな心を知るのです。2番参りましょう。1、2、はい。野に咲く花のように、雨に打たれて、野に咲く花のように、人を和やかにして、そんな風に僕たちも生きてゆけたら素晴らしい。時には辛い人生も雨のち曇りでまた晴れる。そんな時こそ野の花のけなげな心を知るのです。外に出て歌いたい、ね。まあ、普段もそんなに外に出て歌いませんけども、気持ちの問題です、ね。はい、野に咲く花のようにをお届けしました。ありがとうございます。さあ残すところですね、あとね、2曲となってしまいましたが、さあ続きましてですね、これはですね、この歌声を、通じて知った曲なんですけども、もうね大好きになりましたね、フランク永井さん、ね、大好きになった割に名前間違えました。これですね、まあ、フランク永井さんがご存知のね、歌われた曲なんですけども、またなんかもう渋いんですよね。なんかのこう、レコードジャケットでなんか白のなんかスーツかなんか着てかっこいいんですよ。もともとの、これオリジナル最初に歌った方はですね、なんと浅草オペラの、はい、ね、二村定一さんっていうのかな、という方が最初に歌われたそうなんですね。で、まあ、後にフランク永井さんが歌って、ヒットすると、はい、渋い。ちょっとね真似したいんだけどもうまくできないんですよね。本当はなんかこうねブランデーとかこうねやりながら歌いたいんですけども、後で合成しようかな、はい。では参りましょう。
フランク永井さんで君恋し。はい、宵闇迫れば悩みは果てなし、乱るる心に映るはたが影、バリトンと言いましてですね、男性の中ぐらいの声ですね、高い声テノール、低い声バースって言うんですけどもバースって言う、はい、この真ん中バリトンですね、高い声も低い声も出ない人の音域違います、これ絶対怒られますよね、高い声も低い声もカバーする、はい、両方出る人の音域なんです。わりかし僕声が高い方なんですよね、低い方ちょっとな、あ、意外となんか低いなと思いながら、熟年の方のこの低い声かっこいいじゃないですか、押川くんみたいなね、はい、なんで押川くんだったら今わかんないけど、こう皆さんのこう反応がね、あーってか、それはなんとかやろうみたいなね、なんだっけってこうね、皆さん教えてくださるんですよね、かさ、そんなことも知らないよみたいな、ね、だ何番が歌いたいみたいな突然突然ね、突然何番が歌いたいみたいな期待して、そういうやり取りが結構ね、この歌声もですね、この地域の方と、まあね、このオペラ歌手という職業を、ね、ありがたくさせていただいておりますが、全国いろんなところに、ね、行くんですよ、でいろんなところに行って、演奏させていただいてるんですけども、今住んでる地元の ところでね、なかなか地元の方と交流が、ね、取れないと、まあ、取れないって、ね、ピンポンって言ってすいませんオペラ歌手ですけどもって言ってもね、何のこっちゃかよく分かんないんですね、まあ、コンセプトはですね、会いに行けるオペラ歌手ということで、こういった場所を借りましてですね、地域の皆さんと一緒に歌って、で、まあこうね、クラシック音楽に親しんでもらおうと、まあ別にクラシックの曲は僕は途中に1曲歌うだけなんですけども、はい、そういった会をやっておりますので、ぜひぜひ、皆さん東大和へいらしてください東大和ってどこってすごい聞かれるんですね、それ東京ですかみたいなね、ああ神奈川の、それは大和市みたいな、東大和市を全国に広めたいと思っております。はい、僕の第2のふるさとです。第1のふるさとは宮崎県高鍋町です。はい、僕は宮崎県高鍋町のふるさと応援大使をやっております。最後の曲になりました、沖縄の曲です。僕はね、やっぱり、なんだろうね、色が古いこともあるかな、沖縄好きなんですよね、でまた沖縄のこの音楽がまたいいですよね、なんかもう心が安らぐっていうか現れる、
普段どんだけすさんだ心を持ってるの。この沖縄の風をね、音楽に乗せて、はい、沖縄出身ではない私がお送りしたいと思います。芭蕉布2番まで参りましょう。だったりね、こうやって集まって皆さんと一緒に、歌声をね、してね、こうお話しするのいいじゃないですかもね。僕も、地域の皆さんと、お話をしてね、アメちゃんもらったり休憩時間にね、ねチョコレートくれたりとか、もう本当にね、なんかこの間のコンサート見たわよみたいな、もう本当に嬉しいです。で一日も早くですね、また皆さんと、こうやってお話をしたり一緒に歌ったりして、楽しい時間を過ごして、そして、ね、何よりも歌って健康になり、たいです、ね。やっぱり歌、この息を使うってことはすごくね、健康にもいいので、みんなと一緒に、音楽を通じて楽しい時間を、共有したいと思っております。では、この曲でお別れしましょう。今日の日はさようなら、また、皆さんと会って歌うこと楽しみにしております。はい、いつまでも耐えることなく友達でいよう。明日の日を大切にし